どうも、ともよです。今回の動画は第1回目の YouTube ライブを編集した動画です。音と映像が10秒ほどずれていたので直して見やすくしました。ところどころカットもしてあります。まだ見ていない方はこちらの動画でお楽しみください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では張り切ってどうぞ。はい、配信、はい、9月23日水曜日、時刻は夜9時半をお知らせします。お知らせしました。ということで始まりました。始まってますか？始まってるでしょうか？あ、始まってますね。大丈夫ですね。大丈夫ですか？はい、ということで第1回ともよ YouTube チャンネル開催します。はい、よろしくお願いします。ということで、やばいね、できた。やば、声がちっちゃい？声が小さい？多分、ちょっと声大きくしますかね。ちょっとだけ大きくしますか。ということで、はい、今日はですね、今後の YouTube の生配信どういう感じで進めていくかいきたいと思います。皆さんには BGM が聞こえてるかと思いますが、私は今ヘッドホンをしていないので音が聞こえません。すごく寂しいです。頑張っていきましょう。はい、ほぼ毎週水曜日これからやっていきたいと思います。で、1時間程度やるんですけど、まあなんだ、雑談枠っていう気持ちで参加してもらっていいんですが、雑談だとあれかなとも思ったので、ちょっと一個コーナーは一個確保したいと思います。そのコーナー説明行く前に出席を取ってもいいですか？出席を取ります。はい、第1回目なので皆さん初見さんだと思いますので、初見ですっていうコメント入れてもらえればと思います。初見の皆さん、初見です、びっくりマークで出席を取りましょう。アーカイブ残そうと思ってます。アーカイブで見てくれてる方もありがとうございます。はい、BGM 聞こえない？ BGM 聞こえないか。じゃあちょっと大きくするわ。ってことはちょっと待って、 BGM こんぐらいにして、こんぐらいにしよう。はい、今動かしました。あ、待って、じゃあ初見ですさん、とりあえず行きますね。よろしくお願いします。はい、ではですね、私の時計が2分遅れております。遅れておりますが、この時計、イケアで買った時計を見ながらタイムキーパーをしつつ、はい、行きたいと思います。あ、お花届いてます。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、よいしょ。はい、 OK ですね。お花届いてます。ありがとうございます。第1回目ということでお花が届いてます。ありがとうございます。すごくない？なんかもう番組お花が届いてます。はい、初めましての、本当に初めましての方もいるかと思います。自己紹介します。はい、2日前まで栃木県にある佐藤カメラ屋さんで働いてました。9月20日に退職して本日無職です。昨日も無職です。一昨日も無職です。はい、無職です。はい、はい、国民健康保険になりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。佐藤カメラの YouTube チャンネルで3年ちょい YouTube 配信してきました。今日から独り立ちします。佐藤カメラの YouTube チャンネルの方は、毎日夜誰かしらが生配信しているということで、ガンガン被せていきたいと思います。はい、何曜日に配信しても被ってしまうということなので、まあもう体内時計が水曜日に、水曜日がこうリセットの日というか、水曜日がスタートの日に私はもう3年かけてなってしまったので、これからも水曜日に生配信をしようと思った所存です。よろしくお願いします。ですね、あと生配信をするにあたって
ほぼ毎週水曜日、ほぼ毎週水曜日やります。あの一人なので、あのこの日はちょっととかいう日がね今後出てくると思うので、ほぼっていう風につけさせてもらいました。一人立ちをするっていう風に言ったんですけど、まあ佐藤カメラをやめまして無職なんですけど、あのまあ YouTube だけで食べてこう生きてこうとはちょっと思ってないので、働きながらあのダブルワーク大丈夫だよっていう会社に勤めながら、まあ生配信で皆さんにね、生配信だったり動画投稿で皆さんにお会いできたらなっていうような二足のわらじを企んでおりますので、はい、来月あたり皆さんの会社にひょこっと入社しているかもしれませんので、その時はその時でそういう感じでよろしくお願いします。働きながら YouTube もやりますっていう感じでいるんで、まあ捉え方によってはなんかこう YouTube はまあまあちょろちょろやるっていう感じにね、あの聞こえちゃうかもしれないんですが、まあなんだ、あの仕事もちゃんとやって YouTube もちゃんとやって、あのどっちもちゃんとやりたいなっていうふうに思ってますので、どっちがどうとかではなくて、どっちもこう多分何こうエネルギーを使う部分が違うと思うので、そっちはそっち、こっちはこっちでちゃんとやっていきたいと思います。まあ分かりません、もうなんか何かこう時の流れでこう何かがどうにかなって、やべえ YouTube だけで行こうかなって言うかもしれないし、やべえ YouTube やめてこっちちょっとこの仕事やりたいとか始まるかもしれないので、まあその時はその時で、はい、まあ無職3日目ですんで、はい、よろしくお願いします。300人の皆さんありがとうございます。初見ですのコメントお待ちしてます。はい、自己紹介はこんな感じにしておき、ですね、この生配信でちょっと頑張っていきたいなっていうコーナー行っていいでしょうか、よろしいでしょうか。よし、いきますね。じゃあ BGM 変えます。これさ、ちょっと待って、 BGM を変えるタイミングってすごく難しくない？この前練習したんだけど、なんかどう言ってこう変えていけばいいか分かんないよね。はい、待って、じゃあメインのコーナーいきます。 BGM 変えます。多分音ちっちゃいです。あ、多分ね、ちょっと待って、どうやるんだ。一回これを消してこれをつける。音が小さいと言われたのでちょっと大きくする。こんな感じか。多分 BGM が変わったと思う。あ、けんやさん初見です。ありがとうございます。あ、カフェドリ先生ありがとうございます。カフェドリ先生見に来てくれました。あのカフェドリ先生があの動画見てくれたみたいで、トムさんスタジオ作ったんですねってすごいねこう。言ってくれたんですが、ただただ自分の部屋のカーテンが無地だったっていうだけなんです。カフェドリ先生見てくれてます。はい、はい、カフェドリ先生は佐藤カメラの YouTube チャンネルでカフェドリ先生として出演してます。はい、じゃあですね、タイトルコールしたいんですが、タイトル名が決まってないので今夜決めましょう皆さん。はい、じゃあカッコ仮のタイトルを発表します。先ほど私のツイッターの方でちょっと投稿したんですが、はい、概要欄に私のツイッターのリンク飛んでじゃないツイッターのリンクあるので、フォローしてない方はぜひフォローしてください。はい、タイトルコール、ともよにおすすめ撮影スポット。本当はここで BGM が復活みたいなことをしたかったけど、できるか分かんないからちょっと、はいです。はい、先ほど私のツイッターに、9時15分ぐらいかな、投稿したんですけど、これからはですね、このコーナーでは皆さんにともよにおすすめしたい撮影スポットをテーマに皆さんとお話できたらなと思っております。はい、あ、矢口さん来ました。初見です、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あ、カズさんが入れてくれてますね。ともよにおすすめ撮影スポット、そのハッシュタグをつけて今日は、投稿しました。で、ですね、
皆さんに写真投稿してもらって、皆さんに、ツイッターで、おすすめスポットとかを、まあ、撮影スポット撮影、まあ、一応ねカメラ屋さん出身なんで、あの写真スポット撮影スポットをこう話していけたらなって思ってるんですけど、別にあの撮影スポットじゃなくてもいいんだ、あのちょっとまあおすすめしたいよ、皆さんにこう知ってもらいたいよここっていうのがあれば、あの投稿してもらって、それについて話していければなと思っております。今日は第1回目なので、私がツイッターに投稿したやつをこんな感じだよって感じでできたらなと思っています。はい、多分コメントがちょっと止まったので皆さん見てくれてるのかなって感じですね。今日はですね第1回目なので、まあみんなが知っている場所にしようかなと思って決めました。ですね、本日のともやにおすすめ撮影スポットの場所は東京都にある東京スカイツリーのすみだ水族館です。皆さん行った時ありますか？まだカメラキャラで行くの？経験員さん、カメラキャラをちょっと徐々に多分あのチャンネル登録してくれている皆さん、そして今見てくれている321人の皆さん、アーカイブで見てくれている皆さん、あのカメラ好きからの佐藤カメラに来てチャンネル登録っていう流れだと思うので、まあ、ここで全然カメラを一切やらなかったらみんな離れていってしまうんじゃないかっていう不安感が若干私にはあるので、あのカメラでいきましょう。ちょっとだけ。なんで墨田水族館にしたかというと、あの佐藤カメラ時代、もともと私店舗で勤めてたんですけど、店舗に行った時に自分で撮影ツアーを企画しまして、墨田水族館に行こうっていう、撮影ツアーを企画したんです、当時で。その時に、結構ね行ったの、5、6回墨田水族館に休みの旅行って、いろんな時間帯の、墨田水族館を撮って、思い出のある場所なので、まあ、そこがいいかなと思って、くまさん、墨田水族館はペンギンのもんじゃを見てみたい。何？ペンギンのもんじゃって、ペンギンのもんじゃってなんだ。ちゃともぎさん、カメラ好きじゃなかったら、ね、いやカメラは好きだけど、カメラについて話、カメラ好きなのでカメラを話しますっていうもう設定になっちゃうと、おっとって緊張しちゃうのでね。あ、マリさんも来ました。でこのツイッターで皆さんにお写真を投稿してもらって話すって言ったじゃないですか。なのでここにね写真を出します。ピコン、ね、YouTuber っぽくない？やばくない？ちょっと YouTuber、 ちょっとみんな見れてるかなこの画像。はい、ペンギンが写った。はい、ということですね、 YouTuber っぽくない？これってやるの、あ、こっちかこれってやばくない？これまず写真がどうじゃなくて、写真をこの画面上に写せたっていうことをまず褒めてもらいたいです。何すごい偉い、本当ね、すごい偉い、素敵をね、もう連発してほしい。もうすごい偉い、素敵で、もう私はもう生きていきますんで、すごいできる子じゃんって、ありがとう。そうです、石原さん、私はできる子です、っていう感じで、ですね、墨田水族館はですね、あのペンギンさんが、あのペンギンさんブースがね大きいんですよ、あのエリアが。あの水族館でペンギンさん必ずと言っていいほどいろんな水族館いると思うんですけど、墨田水族館はそのね、あのペンギンさんのところを中心にこう上からこう降りていけるんですけど、その上のところは上から見れるし、その水槽をぐるっと囲むようにこうね斜めにこう降りてくんですよ。車椅子の人とかでも行けると思う。こうぐるーってでぐるーって降りていくと、この写真の正面になるので、こう泳いでる姿とかを見れたりするんですね。ペンギンが、そう、ペンギンが飛んでるんですよ。ペンギンも鳥ですからね。何名前がもんじゃなの？名前がもんじゃさん？え、じゃあこの人もんじゃさん？この人もんじゃさん？もんじゃ
なのかな。あのね、水族館じゃない、あのスカイツリーの、スカイツリーの何階か分かんないけど、スカイツリーの中にある水族館なんです。なので、あのもうスカイツリー駅、あれは何線なんだろう、ごめん何線だか分からない、駅、スカイツリーのところに着く駅降りたらもう着いたような感じ。なんか何階かまで行ったらもう水族館です。あ、ここのペンギンちゃんのご飯タイムは癒しですよって。あ、本当、あのね、ご飯タイムだったのかおやつタイムだったのか分かんないけど、すごいお姉さんがすごい、あのお魚をパッてパッてお食べってやってるところをね、あの見たことがあります。お姉さんも素敵です。でね、写真変えますね。ペンギンさんを一回停止して、おすすめ、私ペンギン好きなのでペンギンがこう一番あのおすすめなんですけど、あとはあのね、通路があるんですけど、お、いや僕なんかカーテンの色とさちょっとかぶってて、ちょっと境目がわからないね。ここね、ここ境目、ここ、境目ここです。これね、確かね、あのこの通路のところ、通路なんですけど、この側面に、うんとね、クラゲさんとかのちっちゃい水槽がこういっぱいあって、このオレンジくなってるとこ、オレンジくなってる窓みたいなところにクラゲさんとか、クラゲじゃなかったかもしれないけど、な、いっちゃんさん来ました、ありがとうございます。ゆいわさん、半蔵門線、そう、半蔵門線のスカイツリー駅ですね。村人さん、キムが癒しですって、ありがとうございます。そう、ここの通路のそのオレンジ色のところが多分ね、これ何秒とかでこうグラデーションになって、グラデーションっていうか何、こう赤からこう緑にファーってなったり、ファーってなったりね、色が変わったりするんですけど、ここが通路になってて、あの早い時間に行くと空いてるんですよ。当時だから、今は分かんない、コロナで営業時間とかこう変わってるかもしれないから分からないけど、あの当時はあのやっぱこれ結構前、5年ぐらい前の写真なんだけど、当時はその朝早く行って行くとこういう風に空いてて、あ、空いてて、あのこの空間でちょっとしゃがみ込むのが好きでした。しゃがみ込むって言っても迷惑にならない程度ね。あ、何、中村さん今リニューアルして混んでそうですね。あ、そうなの、やっぱり私の5年前の記憶とはちょっと変わっているのかもしれない。すごい、チャットモンキーさん、サトカメの時よりちゃんとしてるって、ありがとうございます。ここの通路が好きで、ここはですね、こうやって下からのこう感じを取るのも好きで、これね、あの天井が鏡なんです。天井が鏡で、なんかね、この何なんだこれはあのライト、うんと電気がミラーボールじゃないんだけど、こう海の中みたいな感じにね、こうあの伝わらない、言葉で伝えられない、電気も上についてる電気もこうぶら下がってる電気で、こう綺麗だなと思って撮ろうとしたら上が鏡だったので、今もこの鏡なのが残っててくれたら嬉しいな。リニューアルして変わっちゃったかな。で、そう、当時はこうですよって私が投稿したので、このツイッターのこの何リプのところに、今はこんな感じですよとか、なんかこういうところもおすすめですよみたいなを、なんかみんなでこう追加してってもらって、ツイッターを盛り上げてってもらえたら嬉しいなと思います。あ、赤田さん来ました、こんばんはって、見に来たよって、ありがとうございます。そう、こうで、あのあれね、もう私がこう配信でこう紹介できなくなるぐらいこのハッシュタグを盛り上げていきたいなと思っていて、なのでこう今日はどこに行こう、どこに行こう、今度の休みどこに行こうってなった時に、このハッシュタグを見て、みんなそれぞれこう、あ、何県に行くからここに行こうかなとか、もうなんかこう何、あの旅行サイト並みにこうハッシュタグを盛り上げていただきたいんです、皆さん。なので例えばなんかA さんがどこどこつい、あのここがおすすめですってやってたら、あ、俺もそこ行ったことあると思ったら、その
リプランにこう追加とかねこうしてってもらったりとかこうしたらちょっとなんか素敵じゃない？素敵なハッシュタグじゃない？それこうこうでしたよこうでしたよとかここもおすすめですよみたいなこうそのツリーをこうツイッターのツリーをこう盛り上げてってもらえたらなと思います。あでも待ってハッシュタグ今日決めようみんなで。ハッシュタグねあのさっきは私トモヨにおすすめ撮影スポットでやったんですけどこのハッシュタグはね今のところ誰も使ってなかったんで採用したんですけどでもなんかどうがいいかなと思ってなんかあの撮影をのおすすめの場所をこのハッシュタグみんなやってんだなっていうのは伝わってもらいたいのとまあなんだあこれはともよっていう人がなんかこう始めやってんのかなみたいなのをちょっと匂わせるためにともよっていうのはちょっと入れたくてそのままでいいんじゃない？このままでいいと思うよ。このままでいい？このままでいいですか皆さん。じゃあちょっと待って書くね一応ハッシュタグ紙に書きます。ここだけアナログ。ここだけちょっと2行になっちゃった。おすごいオートフォーカス早いね。ともよにおすすめ撮影スポットこれ開業しなくていいです。あそれと皆さんともよを呼ぶときはひらがなでもカタカナでもアルファベットでも何でもいいです。何でもいいんですけど一応なんか佐藤カメラ卒業したので丸だけちょっと置いてきました。佐藤カメラの机に丸だけ置いて丸だけ置いてきましたのでこれからは丸なしでいいです。ともよ丸がともよになりました。よしじゃあそんな感じで皆さんこのハッシュタグこれからフル活用してってください。でこの配信はですね私の独断と偏見で進めていこうと思っておりますので全部をご紹介するっていうのは多分難しいと思います。まあ投稿皆さんがね投稿してくれる数にもよるんですけど多分皆さんいろんな投稿してくれると思うので全部投稿できないよっていうふうに先に言っておきます。では皆さんこちらのハッシュタグぜひフル活用してください。配信終わったらツイッターにも投稿していきたいと思ってます。はい。あインスタでもいいよ。インスタの方がやってるよって方はインスタにも投稿してもらって、はい、でも私ツイッターメインなんでツイッターの方が多分紹介されやすいと思います。あでですねちょっと写真自慢じゃあ写真自慢今後のこういう感じで進めていくよっていう話ができたところでちょっと写真自慢見てほしい。何の写真見せたかったか忘れたんでちょっと一瞬出します。あそうだこれだこれね隅田水族館の話に戻るね。こういう風に丸洞窟みたいになってて顔突っ込んで見れるところがあるんですけどこういうところも結構あるんですよ。なのでなんだ写真撮るとこう反射し画面じゃない、ま、窓ガラスが反射しちゃって撮りにくいってこと多いんですけどこういうとこだと反射がしないんで反射する面積少ないんで写真撮るのいいですよっていうのを言いたかった。はい。マスクマンポトレさん初見です。ありがとうございます。あとねそのね隅田水族館には多分 5,6 回ぐらい行っててスカイツリーの中にあるんでスカイツリー自体にはそう行ってるんですけど私スカイツリーに登ったことがなくてなのでスカイツリーの登った景色は見たことがないんです。なのでこういう景色ですよとかもツイッターのこのリプのところに追加してってもらえればと思います。登ったことあるよっていう人。あと私行く時大体雨だったんですよ。雨だったので外からスカイツリーを撮るっていうこともあんまりしたことなくてあんまりっていうか全然したことなくてなので外の外観も写真あるよって人は投稿してください。上にプラネタリウムがあります。プラネタリウムも何上っていうのはスカイツリーの上ってこと
別個にあるってこと？え、プラネタリウムっていいよね。プラネタリウム私はとても好きですよ。写真はプラネタリウムの中って写真撮れないとこがほとんどだと思うんですけど、プラネタリウムとても好きなのでちょっとメモしておきます。そうなんです。あ、リュークさん、工事中の写真なら撮ったよ。あ、なんかそういうなんか歴史的なのもこう載せてもらえるとほーってなると思うので、スカイツリーって空町っていう商業施設が入ってるんですね。で、商業施設でお買い物をするのももちろん楽しいと思うんですけど、隠れスポットがあるんですよ。郵政博物館、読み方合ってるか分からない、郵便局の郵に政治の政って書いて郵政博物館って言って、なんか郵便局の博物館みたいなのが空町の中に入ってるんですよ。写真出しますね。ここはい、一緒に行った子たちの顔は隠してあります。郵政博物館っていうところがあって、なんかこのなんかね、郵便局の歴史みたいながあって、これね、意外と穴場スポットで、コロナで夏は閉館してたんですけど、なんか9月の中旬ぐらいからまた始まったみたいなので、行けると思います。でも古い郵便のお兄さんのバイクとか展示とかしてあったり、なんか古い電話とか、隣のトトロで出てくるようなこういう電話とか展示してあって、あ、でも分かんない、今コロナでさ、こうビニールとかかかってるかもしれないけど、なんか今どうなってるかはちょっと分かんないんですけど、ここすごくおすすめです。私そういうなんかこう昭和感がある、なんかこう何、昭和感がある、言い直したけど同じ言葉だったね今ね、昭和感のある空間っていうのが好きなので、ここすごい結構1時間2時間入れちゃいます。私入れちゃいました。こういうポストとかいろいろあったりして、でなぜか地球儀もあったりして、ほーっと思う。でこの中の撮影OK、触らなければ撮影 OK みたいな感じでした。でも今コロナだからちょっと分かんないけど、ごめんね、コロナだから分からないけど、郵政博物館は、確か9階だったと思います。空町の9階に、郵政博物館入ってたと思います。そう、ここがおすすめ。スカイツリー、すみだ水族館の帰りにはここ寄ってってもらうとちょっとこう楽しめるんじゃないかなって思います。写真も撮れます。はい、ラストは、こちらです。コロッケこれはスカイツリーではないんですけど、雷門のとこあるじゃない、あ、ど忘れ、なんとか通りみたいな、雷門くぐってさ、あー、ど忘れ、名前がわからないけど、そこ行くと、ごめん、コロッケ屋さんの名前もど忘れしちゃって今、なんかここいつもその行くとき必ず帰り、ここのコロッケメンチカツ何だったんだろう、コロッケだと思う。でもこれメンチって書いてあるね、じゃあメンチだ、メンチコロッケ、メンチカツ、メンチなんちゃら、あ、安江ただしさんでいいのかな、こんばんはです、はじめまして、ありがとうございます。あ、そう、仲見世通り、そう、ゆうほうくん、ありがとう。ここね、美味しいなと思って毎回行ってたんだけど、結構なんか有名なとこみたいなのね、なんかみんななんか何、浅草行くとみんなこれ食べてるから、多分有名だから調べたらすぐ出てくると思うので、行った時はこのコロッケなのかメンチカツだったのかちょっと私はずっとコロッケだと思ってた、コロッケ、記憶の中ではコロッケを食べたつもりで今言おうと思ったらメンチって書いてあるから、ちょっとおって感じ。
メンチをね食べて帰ってください皆さん。あ、アミさんも来ました、ありがとうございます。メンチだったかもしれない、多分こう一番上に書いてあるやつを頼んでたと思うので、メニューのこうおすすめみたいなやつが、メンチだったらメンチ、コロッケだったらコロッケってことでお願いしますね。でもどうなんだろうね、そう、自粛期間中は閉まってたよって、なのでどうなんだろう、今行ったら空いてるのかわからないけど、ぜひ東京行った時は浅草寄ってみてくださいっていう感じで、これからこういう感じで、このハッシュタグともよにおすすめ撮影スポット、ツイッターとインスタグラムでこの撮影スポットを盛り上げ、撮影スポットじゃない、ハッシュタグを盛り上げていけたらなと思います。で、皆さんどこかお出かけしようっていう時はこのハッシュタグを参考にこういろいろねカメラ持って出かけてもらえればなと思います。もう上がってるの、ありがとう。終わったら見ますね。いろんな、なのでそうだね、ハッシュタグまあね、ルール決めはあんまりしません。皆さんのおすすめしたいように投稿してもらえればいいんですが、まあ、写真をつけてもらうのと、ハッシュタグつけなくていいんで、どこどこ県とか、県は入れてほしいね。地名言われても何県だか私分かんない時がほとんどなので、友よにおすすめ撮影スポット何々県、栃木県どこどことか、まあ、文字数の関係もあるんでね、何々市とかまで入れなくてもでも、うん、いいかな。東京都のスカイツリーとか、そういうなんかそのスポット名でもいいし、まあ伝わればいいよって感じです。これからこのコーナー盛り上げていきましょう、よろしくお願いします。あ、山さん応援してます、いいアイデアだねって、ありがとうございます。はい、ここまでで、メインのコーナー説明させてもらって、皆さんお気づきですか、佐藤カメラ YouTube チャンネル毎日いろんなアソシエイトが生配信をしています。日曜の生配信皆さん見てくれてるでしょうか。竹原店長と光さんが配信している内容とちょっと被っております。ジャパ旅配信に若干被っております、皆さんお気づきですか。ちょっと1個いいですか、はい、いいですか、聞いてもらっていいですか、はいはいはい、聞いてください。このね、このコーナーをやりたいって、私今年のゴールデンウィークにツイキャスを始めたんですけど、ツイキャスを始めた頃にもうこういうのちょっとなんかやりたいなみたいな、やりたいなみたいなことはこう言ってて、自分で一人で YouTube 配信していくっていう風に決まったのが、もう本当に佐藤カメラのチャンネルの最終回ですって言ったぐらいの時に、あ、やっていこうかな、ちゃんと一人で頑張ろうかなって思った時にですね、そこでもツイキャスでも言った、一人でやっていくって時にこういうのやりたいって、みんないいじゃんって言ってくれて、よっしゃってやってこうって思って、でこの前知ってほっとかぶってんじゃんと思って、なんなら配信私の方が遅いから私パクってんじゃんと思って、ゲラゲラって言いながら帰ってきたんですけど、まあいっかまあいっかっていう感じで、パクられたわけでもない、やりたいって思ってるというか言ってることもみんな知らなかったと思うから、パクってもないしパクられてもないんだけど、かぶってるっていう事実、まあ、皆さんよろしくお願いします、いいよっていいよって、ありがとう。そうね、予想は予想、うちはうちみたいな感じでいきたいと思います。はい、じゃあ、このコーナーの紹介を終わるので BGM 変えます。フリートーク、ちょっと音量上げる、よいしょ、フリートーク、あ、まあ、メンチ消すね、メンチ消します。じゃあ最後フリートーク、本日ですね、友野さん車を運転してましたら、鍵の電池がもうちょっとですよっていうのが鳴っちゃったのよ。なのであれってさ、
どんぐらいで本当に電池切れるの？そう、スマートキーの電池が切れそうですよっていうピピピってなっちゃったんだけど、まあ、あの電池はで鳴った瞬間に目の前がね、あの本屋さんだったの。本屋さんで、あの T から始まる本屋さんの駐車場で鳴ったから、その場で買ったからもう交換できるから OK なんだけど、あ、今日配信だから、まあ、調べれば分かる話だけど、配信見てる人で詳しい人いたら教えてもらおうと思ってフリートークのネタに取っといた。じゃあピーピーピーって鳴ってからどんぐらい待つの？ 2,3 年で交換です。じゃああれか、1,2年乗ったらピーピーピーって鳴る前に交換しといた方がいいって話？3年ほどで、じゃあ2年過ぎたらもう変えちゃう？ピーピーピーって鳴る前に変えるのがいいよって。警告出たらさっさと交換しよう。そうだよね、あの、あ、そうなの。まあ今日はさ、あの T の本屋さんが目の前だったからいいんだけどさ、我が家田舎だからさ、その電池売ってるとこまでたどり着けるのかなとか心配になっちゃうよね。なったら変えた方がいいよ。 OK、 1週間ぐらい、まあ1週間の乗る何キロかにもよるよね。1週間で10キロしか乗らない人もいればさ、100キロ乗る人もいるからね。なったら交換。わかりました、もう OK です。今日ね、買って安心して帰ってきちゃったから、もう今日の夜交換します。ありがとうございます。もう2年乗ったらもう鳴らなくても交換する生活にします。はい、解決。警告出たら交換、やっぱそうなのね。やばいじゃん。鳴った時にさ、鳴った時に高速道路とかだったらやばいじゃん。うん、もう変えるけど、なんか多分これ配信見てくれてる人も、あれ鳴ったらどんぐらい持つんだろうっていうさ、まあ皆さんの豆知識としてこう皆さんにのね、見てる場で質問させてもらいました。じゃあ自分の車がどういうのかを事前に調べておいて乗った方が安心ですね、お車さんね。本当足なのでね。あ、車検のたびに、あ、そうか、車検の時に交換しとけば安心だね。ほん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 、そうだね、そうだ、車検のと、はい、はい、皆さん、今見てくれている皆さん、車検の時にスマートキーの電池も交換しましょう。安心だ、解決です。じゃあ本日のフリートークはスマートキーについてでした。ありがとうございます。はい、じゃあはい、なんかできたね、配信嬉しい。よかった、締め方が分かんなくなっちゃった。このね、皆さんにお礼をしてから、あの出席の出席確認ののしを行きたいと思います。はい、まだです、まだです、のしはまだだ。はい、第1回とも YouTube チャンネル、どうにかこうにか音と映像がだいぶ遅れてるみたいですが、どうにか配信できました。ありがとうございます。今281人の皆さん見てくれてます。アーカイブで見てくれている人もいるのかなと思います。ありがとうございます。ほぼ毎週水曜日、夜の9時半からやっていきたいと思います。来週はですね、9月30日、来週はやります。21時半から皆さんこちらでお会いできればなと思います。はい、で、すごい、説明の順番がぐじゃぐじゃで申し訳ないんですが、この配信で今のところメインでやっていくコーナーが、ともよにおすすめ撮影スポット、 Twitter、Instagram にこのハッシュタグをつけて、このハッシュタグを盛り上げていきましょうということで、これメインに、メインじゃない日もあると思いますが、やっていきたいと思います。皆さん、自分のおすすめスポット、いろんなところ、日本全国上げてってください。
ほぼ毎週水曜日皆さんにお会いできたらと思いますので、ゆるい感じでご飯食べながら、髪乾かしながら、何かしながら、洗濯物畳みながら見てくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、動画編集の方はちょっとまだね慣れてないので、ゆっくり上げていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。のしりましょうか。はい、皆さんのしみれたかな。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあ来週もこの時間にお会いしましょう。では、ほら、みんな集合、みんな集合、よいしょ。はい、今日も見てくれて、あ、ショックなこと忘れてた、エンディングソングにするの忘れてた、ショック。エンディングソング準備しておいたのにショック。